笠井彰君。笠井君。日本共産党の笠井彰です。今日は横田拓也参考人、西岡努参考人、村尾達参考人、そして李相哲参考人、お越しいただきまして、ご意見ありがとうございました。限られた時間なので、新たに家族会代表になられた横田参考人を中心に伺いたいと思っております。この間、家族会代表を長く務められて、当委員会で私自身もしばしば話を伺ってまいりました、横田めぐみさん、横田茂さんがめぐみさんと、続いて飯塚茂雄さんが、田口八重子さんと、それぞれ再会を果たされないままに他界をされました。で、横田参考人は、その飯塚さんから会長を引き継がれたわけでありますが、今日伺っていてもですね、やはり生きて被害者と会えない家族がこれ以上増えることは許容できないと、まさにすべての被害者の一刻も早い帰国への願いというのはいかばかりかと改めて痛感をいたしました。私もこの委員会派遣でめぐみさんの拉致現場にも伺って、その場にも立ちましたし、写真展にも伺って、そして国会で拝聴した横田茂さん、横田早紀江さんのお話も思い起こしておりますけれども、この間、今、やり取りありましたが、改めてですね、横田参考人ご自身のこの拉致問題解決に向けての日本政府と国会への期待といいますかね、本当にそういう思いと、それから家族会の方々が、じゃあ、その政府と国会に対してどんな注文を持っていらっしゃるか、合わせて紹介いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。横田参考人。ご質問ありがとうございます。拉致問題は人権問題であるということを繰り返し私申し上げておりますけれども、やはり今日この特別委員会もそうですし、拉致議連もございますが、この問題だけは少なくともですね、日本国内でやっぱりもう全員が一致した価値観で団結して必ず解決させるんだという気持ちが大事なんだと思います。私の父が亡くなった翌日に記者会見をさせていただいたときに、私同じようなことを申し上げたんですが、やはりそれは党を超えて、もしくは報道もですね、イデオロギーを超えて、この問題も必ず一緒の価値観を持って必ず北朝鮮と勝つんだと、拉致された自分たちの国民、横田家の家族ではなくて日本人を取り戻すために必ず問題を解決させるんだという、その気持ちが大事だと思ってます。とかくやはり忘れがちなところだと思うんですけれども、ここはやっぱりもう絶対に常に強く持ち続けていただいてですね、それをどうやってその国の政策に落としていただくかというのが大事だろうと思っています。以上でございます。笠井君。まさに同感で、この立場を超えてこの問題解決のために一致して当たると、そして政権もですね、最優先課題というならば本当にそれにふさわしく取り組むし、党委員会国会としても超党派で、とにかくこの委員会も頻回に行われるように大臣の出席日程もしっかりやりくりして最優先で調整してもらいたいと、求めてきましたが、そういうことでさらに努力したいと思います。北朝鮮はですね、今日の質疑も含めてインターネットでも、実際に日本政府や国会の本気度一致しているのかということも含めて見ていると思うので、私自身も力を尽くしていきたいと思います。次にですね、この被害者の方々が拉致をされてから40年から半世紀と、さらにそのから家族会が結成されて四半世紀ということになりますが、この間、安倍、菅、岸田総理がそれぞれ条件をつけずに金正恩委員長と会う用意があると表明を続けられてきたということで、ちょうどそれから安倍総理が言われてから3年が経過したと思うんですが、拉致問題解決に向けて一歩も進んでないという、まさにそういう無念の思いを先ほども伺いました。横田参考人に伺いますが、やっぱり外交上ですね、これは外交の問題ということになりますが、やはり情勢に応じて柔軟性は必要だとしても、やはり確固とした外交戦略をきちっとやっぱり我が国が持っていくというのが必要じゃないかと。で、このことを我が党自身も一貫して政府に正してきたんですけれども、その確固とした外交戦略を持って立ち向かっていくと、この問題にいうことについての参考人のご意見いかがでしょうか。全員、一人一人。
横田さん、ご質問ありがとうございます。私の目から見る範囲で申し上げますと、安倍政権、菅政権、岸田政権、それぞれの当時の首相がですね、この問題に真剣に向き合って私たちに耳を傾けてくださったことはもう間違いない事実ですし、一方で北朝鮮と表向きには見えている部分では少ないんですが、水面下での深い交渉、慎重な交渉をしてくださっているというのは肌で感じています。それが見えていないし、解決の答えが出ていないんで、焦りや多少の不満というものは個人の立場の中では覚えていますが、何もしていないからもうどうしてくれるんだというようなことの不満は私自身は持っていません。また先ほど西岡会長がお話されていたように、外交というのはいろんな複雑なものが絡み合っていますし、北朝鮮の強い制裁は必要な一方で、その個人にですね、金正恩委員長個人を狙い撃ちするような形というのは、やはりその学者さんとしてはという話と、会長の立場ではという話が先ほどあったと思うんですが、それは私もですね、家族会の代表としてはどう思うかということと、横田家の一人としてどう思うかということを考えると、後者の部分でいうと、私はもう金正恩委員長、その前の金正日も含めてですね、もう憎いですよ、本当に許せないほど腹渡りにくり返っています。今でもその気持ちは変わりません。ただ一方で、姉を含む多くの拉致被害者があの国に拘束されているときに、やはり彼らがそれを決めるスイッチを持っているわけですね。生死を決めてしまうスイッチを。それにはやはり悔しくても辛くても取り戻す、回復させるためにはやはり対話が大事だというふうな点で言うと、軽い言葉かもしれませんが、我慢をする必要もあるだろうというふうに考えています。その時にやはり日本政府、今でいう岸田総理がですね、外交を進めていく上で、もちろん水面下の交渉ももっと深めていただく必要がありますし、先ほど発言申し上げましたように、やはりその時にメッセージ性というものを岸田総理にぜひ発言をしていただいて、金正恩委員長に伝わるような声を上げてほしいというふうに思っています。例えば適切かどうか分かりませんが、ウクライナのゼレンスキー大統領のメッセージというものは、その本気度とか国を守るというその大切な価値観みたいなものが世界共通して響いているから、みんなが耳を傾けてくれている、辛い中でもウクライナの国民がそれを受け止めて一緒に戦おうという気持ちがある。その時に岸田総理が、この問題は絶対に許せない問題なんだと、でもあなたと絶対話し合ってお互いが明るい未来を描けるんだから一歩踏み出してほしいということをですね、そういう言葉を、熱量を持った言葉を武器にしたメッセージを発していただけるように、みんなが岸田総理を後ろ支えしてですね、取り組んでいければありがたいなと思っています。以上でございます。笠井君、本当にもうご家族としては我慢しながら、とにかくでも対話が必要だと、そこに本当に熱量、メッセージ性というのは、重い言葉だと思いました。その上で横田参考人と村尾参考人に伺いたいんですが、それぞれ政権この間も取り組んできたと、その通りだと思うんです。でその中で第二次安倍政権の時期に最も日朝が接近したということで言われているのが、2014年の5月のストックホルムでの日朝政府間協議だったと思うんですが、この協議では北朝鮮が日本人拉致被害者らに関して包括的で全面的な調査を行って、生存者を発見した場合は帰国させる方向で日本側と協議すると。日本は調査開始が確認されれば北朝鮮への制裁措置を一部解除することを柱としたストックホルム合意というのが結ばれました。続く7月3日に政府から北朝鮮側に拉致問題に関する特別委員会の体制が発表されていると。でその後、冒頭話ありました、それぞれその後いろんな経過はあったんですが、今政府の態度どうかと、この間、昨年聞いたところだと、当時の昨年6月11日ですが、茂木外務大臣、当時の、党委員会での答弁というのは、我が国としては引き続きストックホルム合意は有効であるというのが立場だという答弁だったわけですね。で、そういう点ではまさに今、この間の経緯を踏まえながら、対話ということであれば、今、政府の本気度と熱意を示す、熱量を示すメッセージ性と言われたんだけれども、まさにそういう点での主体的な外交戦略の知恵というのが、そのメッセージの中に込められていくということが必要じゃないかと思うんですが、
まあ、その例えばどういうことがですね考えられるかっていうんで、横田参考人、どのようにまずお考えでしょうかね。横田参考人。ご質問ありがとうございます。北朝鮮がですね一番関心を持っているのはどこかというと、それは日本ではなくて北アメリカのことを一番関心が高いんだと思うんです。ただそれはトランプ政権の時も同じですけども、米朝を仲良くするときにですね、アメリカはそのお金を出さない、出せない、日本が出すんだろうと、そのときに日本はこの人権問題、拉致問題を解決しないと日朝の中は埋まらないと。だからこの日朝の拉致問題、人権問題が解決しないと米朝の問題も結果的に解決しない、三角形の構図になっているわけで、そのことを岸田政権がアメリカと、来日されるバイデン大統領に改めてその重要性、人権問題の深刻さというのを伝えていただくことが大事だというふうに思っています。なかなかご質問が難しい問題なんで、簡単にお答えできる話ではないと思っているんですけども、やはり信念が大事だと思っています。それはやはり政治の責任だと思うし、政治というのは言葉が命だと思っていますから、それをどうやってベクトルを力強く変えていくかというのが政治家の責任でありお仕事だと思っているので、そこはもう私たちは信じていますというしか言いようがありません。以上でございます。ありがとうございます。村尾参考人にも同じ質問をしたいんですけれども、はい、今月私訪れた島根県で特定失踪者の、おじにあたる方からですね、北朝鮮による拉致被害者の可能性が排除されないとされる特定失踪者の所在確認と帰国に関して特段のご尽力をいただきますよう陳情いたしますという要請をいただきました。20年にわたってとにかく不明のまま、消息不明のままで、具体的な解決方法が見られずに、所在もつかめない状態が続いていますというもので、この間も荒木代表や、他のそれ以外のですね、家族の方々からもお話を伺ってきたんですが、改めてしっかり受け止めたところです。それで、そういうご家族、ご親族の方に応える上でも、やはり主体的な外交戦略の知恵っていうのが、本当に今、日本に求められてるんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。村尾参考人。はい、ありがとうございます。本当にご指摘の通り、30年40年と、全く所在が分からない、しかも、我々のご家族の場合は政府から認定されているわけではございませんので、認定未認定にかかわらずという、またそこの話になってしまうんですが、非常に不安を抱えているご家族が非常に多いです。先ほどストックホルム合意の話がちょっとあったんですけれども、2014年の時に、何月だったかな、7月にあれがあって、9月頃に警察庁がですね、全国の、拉致の可能性が排除できない人は約900人ぐらい、800何人という発表をするんですね。でそれがですね、あの時にちょうど北朝鮮から何らかの回答があるんじゃないかと、8月の9月の初めぐらいだったと思うんですが、ちょうどその9月ごろに警察庁が発表するんですよ。でご家族の皆さんは、警察もそうやって全国にこれだけの拉致の可能性がある人を認識してるんだというふうに非常に心強く思ったというのを記憶してます。で外交的戦略って非常に難しいと思うんですが、やっぱりですね、先ほどから出ているようにしっかりしたメッセージ、日本人をすべて助けるんだというメッセージ、いかにもですね、拉致被害者はこれだけですみたいなね、そういうメッセージを送るっていうのは絶対間違いだと思います。やっぱりすべての日本人を助けるのであれば、たとえ違ったとしても北朝鮮にいるよりはいいじゃないですか。日本で見つかった方がいいじゃないですか。そういう人たちも含めて日本人を助けるために政府は一生懸命やっているということを明確に示していただくことが重要なんではないかなというふうに思います。笠井君、ありがとうございました。最後に伺いたいんですが、やはり今お話ありました、大事なのはやっぱり日朝双方の行動によって拉致被害者の帰国実現をはじめとして日朝平壌宣言で合意された諸懸案が、解決することではないかと、前進のために本当に知恵つくことだと思うんです。最後になるんですけれども、昨5月10日にですね、韓国新大統領の就任式に私も日韓議員連盟の一員として出席をして、直接お会いしました。ユン・ソンニョル大統領との会談では、拉致問題でのやり取りがあったので、ご報告したいと思うんです。
日韓議連側が拉致問題は日本北朝鮮二国間の問題だが、大統領としての解決へのイニシアチブを要請したいということで求めました。それに対してユン大統領はこう言われました。もちろんだと。日本人の拉致問題というのは人権の問題でありながら普遍的価値の問題だと。ユン政権は日本側の立場を積極的に支持しているし、これからも支持していきたいと。北朝鮮の核問題は韓国の問題であるだけではなく、極東地域、特に日本と韓国に共通した安全保障の問題だと。北朝鮮の核問題への対応についても、韓国と日本が米国と協力して強い協力関係を作らなきゃいけないと、情報共有しないといけないという形で応じられたわけですが、まあ、こうした国際連携について、一言、横田参考人から、それについて のご感想とかご意見いただけないでしょうか。横田参考人。ご質問ありがとうございます。まあ、なかなか日韓の中では、いろんな歴史問題だとか、いろんな埋まらない価値観の違いというものが今も残っています。それはそれとして置いとくとしてですね、やはりこの普遍的な問題、人権問題をですね、解決するために、もしくはそのアジアのですね、平和をどうやって守っていくかということを考えたときにですね、日韓のつながりというのは、まあ、この数年も本当にもう空白地帯みたいな形になってしまった実態がありますから、やはりもう一回そこは結べるところは手をつないで、特に北朝鮮問題では、この横田めぐみっていう事案がですね、先ほど西岡会長からの話もあったように、やはり韓国の情報網からですね、出てきた話でもある通りですね、やはり手を取り合って、タッグを組んで解決していく必要があると思うんですね。その点ではもう、おっしゃる通り、日韓の連携、再びの強化っていうのは大事だと思うんで、まあ、具体的にそれが私たち家族会が、まあ、コロナ禍がどうであれですね、韓国 その政府の方々とどうやって向き合う必要があるのかというのはまだ具体的には検討はしていませんが、いずれそういうことの必要性が出てくるんだろうというふうに考えています。以上でございます。以上、ありがとうございました。終わります。以上をもちまして参考人に対する質疑は終了いたしました。この際一言ご挨拶を申し上げます。参考人各位におかれましては、貴重なご意見をお述べいただき、誠にありがとうございました。委員会を代表して、厚く御礼を申し上げます。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。